国枝四郎死の後悔一昨日のように今日もやっぱり太陽は西に沈んでゆく夕日に照らされた地中海は「少女碑」のように美しい船船の甲板船船のマストそして 船,船の煙突は炎のように輝いているアフリカの南端ポートサイド港季節は夏の真中であった港には人々が出さかっていたニスのような皮膚をしたヌビア人ターバンを巻いたアラビア人ガウンをまとったペルシャ人そしてみんなしゃべっていた 多くは大道商人である砂漠から掘り出したダイヤボンド大負けに負けて七十銭じゃどうじゃなどうじゃないらんかなベルシャーケンプを買わんかな大幅一錠が二円とはどうだ安売り安売り大安売りじゃアビシニアでとらえたカブトムシ 宝石のように美しい一匹五輪じゃ買ったり買ったりー発火を買わんかなスダンの発火を日系を買わんかなメッカの日系を彼らは大方裸体であるそして大方裸足である清掃を凝らした貴婦人を連れたヨーロッパ人も歩いている管理 旅行者会社員運河開墾の技師などもシガをふかしながら一人の紳士が連れの貴婦人に話しかけるなんというがさつの街でしょうポートサイドというこの街は諸国の人種が集まっている様子はちょうど人間の博覧会ですわね旅行者の一人は心の内で うれしそうにひとりごとをつぶやいた。なんてすてきな街だろうアフリカ趣味と西欧趣味とがこううまく調和しているなんてなんてすてきな街だろう日が傾くに従って人々はいよいよ出下がった今日の仕事のつづまりを急いでつけようとするのでもあろうか無数に並んでいる工場からは鉄槌の音や機銃器の音や の音がさも忙しく追い立てるように聞こえてくる海に突き出たドックからはぜん患者の咳のような排水の音が聞こえてくる乗客を満載した電車の列は町の外れから走ってきては桟橋の小なたで車を停めそこで乗客をドンとしてまた町の方へ走っていくその都度港の海岸通りへは 多数の人々が電車から降ろされ工事工事へ散ってゆくそれら雑踏する人たちに混じってぶらぶらのんきそうに歩いているのは各国の水夫の姿である大黒帽子にダブダブのジャケッツ袋のようなズボンの先からほんの少しばかり靴先を出してマドロスパイプをくえた様子はいかにも海洋の労働者らしい海には 無数の船舶がさまざまな姿で燃やっている穏やかな波は戯れるようにその潜伏をピチャピチャなめブイやボートやニタリなどをさも軽々と浮かべているその穏やかな波の面を幾度も幾度も接吻するのは数千のカモメの群れであるカモメの群れは 白銀のような素晴らしい翼を翻してはさっと海面へ落ちてきてトビウをさらっては逃げるのであった海岸通りを横へ入って少しばかり行くと崖へ出るその崖の上に立っているのは水府合宿所の建築物である板壁造りの3階建てで板壁は紅柄で塗ってあるいつか全く日が落ちて 港は夜の世界となったがその夜をさえ真昼のように人工の力ですることができるおお偉大な電気の力ポートサイドの町々は伝統の火花に装飾されてリ宮城のように美しくなっただからもちろん水府が宿所の部屋部屋の窓からも灯0の光がさも愉快そうに差し出ていた そして景気のよい s u y たちの歌が往来の人を驚かせて部屋部屋の窓から聞こえていたこの時一人の老人が SUYF 合宿所の門口へどこからともなくやってきたがそのままそこへたたずんで歌の聞こえる窓口を力のない目で眺めやったそれは大変貧しそうな老い衰えた子男で 日の焼けたしわだらけの小さな顔は金くそでできているように汚らしい。次の当たったボロのような服は煮しめたように色が変わり、履いている靴の横っ腹はバクバク口を開けている。小さな包みを小脇に抱え丈夫そうな杖に体を支えてかろうじて立っているらしい。病弱と老衰と空腹と。 空腹といえば老人は今日で3日というものはパン一切れさえ食ってはいない老人の腹の中にあるものはみちみち飲んだ水ばかりだこの浅ましい老人の姿空腹と老衰と病弱とにむしばまれている老人の姿を誰が今日見たところでその老人がその昔たくましい体の所有者で そしてすばらしい講談師でしかも大変な道楽者の若い水夫であったなどとはどうしたって思われないにそういないそれほど老人の肉体は不健康にしなびきっているのであった2一晩やっかいになりたいがね 合宿所の玄関の横手にある計算台の前に立って老人はおずおずこう言った「何厄介になりたいって?」計算台を前にして腰掛けていた中老がツッケンドンに聞き返した「ここは政府の合宿所でキッチン宿じゃないんだぜ」「一晩厄介になりたいんならキッチン宿へ行って頼むがいい」すると老人は。 しなびた顔へさっと血の色を浮かべたが思い返しておとなしい声で「ここが合宿所だっていうことは私も承知しておりますのでそれに私もこう見えても元はやっぱりスイフでしてお前が元はスイだってそして今は何なんだい?」 やっぱり今も水筆でごわす。どこかの船に欠員でもあって、油差しが一人ご入り用とあれば、早速私は参ります。それじゃあ、お前は油差しか。飛んだ油差しもあったもんだ。酔い酔いの油差しとは驚いたな。が、まあ、それはいいとして、厄介になりてえって言うからにゃ、 はいそのやどちんでございますがねそのやどちんがどうしたんだいそのやどちんがあるくらいならふつかもみっかものまずくわずではあるきまわってはおりませんやどちんはもっておりませんけれどそのかわりわたしははたらきます 料理の真似くらいはできますしね。廊下の掃除なんかお手のもので伝統の玉だって磨きますよ。便所の洗い流しもするってんだろうがしかしそいつはお断りだ。そういう仕事をさせるための下女や下男は頼んである。そりゃあまあそうでございましょうけれどそこをあなたのご同情で。 人に同情しているうちに自分の屋台骨に穴があいて雨にでもふられちゃたまらねえまずまず同情はお預けとしようまあまあそんなことおっしゃらずにこんな猛獄した私一人をたとえお助けなすったってこのしっかりした屋台骨何の穴なんかあきますものかおいお父っつぁん 宿の主人は、コブラのように頬を膨らませ、肉々しい声で怒鳴り出した。おいお父っつさん。ひとつお前にいい格言を教えてやろう。時は金なりっていうことさ。縁もないお前と無駄話をして、小金の時間を費やすな、は、途方もねえ浮世の浪費者だ。俺には賛成できないね。そこで、 お前は嫌だろうけどここから一つ出てってくんなさっさと元気よく出てってくんなしかし老人は出なかった嘆願するような哀れっぽい声で幾度も繰り返して頼むのであったするとさっきから二人の様子を階段の柱に寄りかかりながら面白そうに眺めていた 若い一人の水がが、あったがこの時何を考えたものか時計台のそばへ寄ってきた「向こうはかわいそうな年寄りじゃないか」「陰語なことを言いなさんな」「宿賃が入りうなら俺が出そう」だから器用に止めてやってくんな」主人は驚いて目を上げて若い水夫をじろりと見たが「なんだ お前はガブリエルか。相変わらず男気を出すじゃないか。イタリーカタギっていうやつかな。宿賃を代わって出すって言うんなら誰からもらったって同じことだ。お前からそいつをもらった上で部屋へ案内するとしようか。そうだよ。とスイフは言いながら金貨を一つ投げ出した。こらお前金貨じゃないか。 タリネートでも言うのかい？なんのなんの、多すぎるのよ。多すぎるってことがあるものか。とっさんは頭流するんだから。その間の食費と屋台だ。おん<ー>。頭流するのかい。とっさん、お前そうだろうな。笑いながら水夫がこう聞くと、老人は行くたびも頭を下げ。 そう願われれば何よりで。そう願われれば何よりで。ヘドモドしながら言うのであった。どんなもんだい海坊主め。ガブリエル様は見通しだよ。ところで部屋だが、俺の部屋の隣に一ついい部屋が空いてたっけな。あそこへ通してやってくんな。あそこの部屋へ通すのかい とびきり上等の部屋だがな海のよく見えるいい部屋だがだから投資なって言うんだよさあさあとっさん上がるがいい泥靴のままで構わないよこうして不幸な漂白者の霊落しきった老人は意外な人に助けられて思いもよらない立派な寝床を自分のものにすることができた。 3その夜から老人は水夫が宿所の上等の部屋を占領してこれまでの生活に比べては極楽のような生活をそこで送ることができるようになった海に向かった大きな窓白い敷布の涼しそうな寝台、マホガニー製の机や椅子壁には額さえかかっている 本当に立派な部屋であわかいスイフのガブリエルはまいにちへやへやってきてはとしよりあいてにはなしをした「とっさんどうだねすみ心地はあんまりわるくもあるまいがなんのもったいないあなたさまごくらくのようでございますよなにもかもみんなりっぱずくめでみんなピカピカひかっていて」。 それに第一この窓から海を見ることができますのでそんなにお前海が好きかこれっばかりの小さい時から海で育ったわたしでごわす塩はわたしのうぶゆでガスよいままでどこにいたんだいせかいじゅうをめぐっておりやした東洋の上海にもおりましたし ストックホルムにもおりまほっかい北海のスウェーデンのねそうかと思えやみなみアフリカのケープタウンにもおりましたよパナマ運河をひがしへわたってキュバのハバナにもいきましたもちろんゴーシューへもいきましたよわたしのいかないところといったらまずなんきょくとほっきょくだけで。 ごたいそうなことを言うじゃないか。ところで一体何の目的でそうしょしょ方々を歩くんだいそれを「言えっておっしゃるので老人は悲しそうに聞くのであった「言いたくないのなら言わないでもいいよ無理に聞きたいとは言いやしない」老人はじっと下を向いて悲しそうな表情を続けていたが ひょいとその目を若者へ注いで、ね、疑わしそうに見ていたが「いいえどっちかと申しますば私の方からお願いして聞いていただきたいのでございますよ。それじゃあさっさと言ってみねこれまでも私はいくたりかの人に聞いてもらったのでございますがね聞いてしまうとその人たちはバカにしたような顔をして。 大きな声ででわうのでごわす。それからわたしにいいますので「フランクおまえゆめをみているなそれともやすもののしょうねんざっしにそんなことでもかいてあったのかいそれともひょっとかするとおまえじしんきがくるっているのかもしれないぜ」ってちゃかしてしまうのでございますよ。 ながしかし、かは笑わらわないから話すがいい。まじめにガブリエルはこう言った。それじゃあ聞いていただきましょう。いつからかわたしはぞんじませんけれどわたしの心にひとつのかくしんがすくうようになったのでございますよ。それはどういうかくしんかというに。 へさきをおうごんのわしでかざったいっせきのきょだいのしょうせんのせんちょうとなれるということでしてそのしょうせんはどこかのみなとにわたしのいくのをまっているどこのみなとだかわからないけれどどこかのみなとにまっているだからわたしはそのみなとへはやくいかなければなりません だから私は世界の港を渡って歩くのでございますよ。若い水夫のガブリエルは老人の話を聞いているうちに前の約束をつい忘れて思わず声を出して笑ったが真面目に話す老人の話がすっかり終えてしまった時とうとう椅子から飛び上がって部屋の中をどしどし歩き回りながら 腹を抱えて笑うのであった。「もう笑わないよ笑わないよ」ようやくのことで笑いを抑えた若い水夫のガブリエルは老人のそばへ帰ってきたが「ちょっとばかりとっさんに聞きたいがねお前はきっと若い頃打つ買う飲むの三拍子そろった道楽者でその上にアヘンを飲みやしなかったかな?」。 すると老人は驚いたように「どうしてアヘンのことまでよく知っておいてなさるかね?」「アヘンでもしこたま飲まなけりゃそんな確信なんか出てこないからさ」ガブリエルはニコニコ笑いながら老人の部屋から出ていったが隣の自分の部屋まで来ると思わず次のようにつぶやいたうってつけのムクドリっていうやつさね そそろそろ芸当に取りかかるかな。相手はアヘンの中毒患者で妄想狂と来ているからこっちにとっては天の助けだ待つ甲斐があったというものさねその晩遅くなったからガブリエルはこっそり部屋を出て老人の部屋へ入っていった老人はその時窓に寄って暗い海の方を眺めていた そしてガブリエルが入ってきても振り返ろうともしなかったおおなんで老人が振り返るものか老人は実に暗黒の海のあやめも知らない水平線の方からその暗黒の潮を分けて黄金のわしでへさきを飾った巨大の商船が 今、しずしずと入ってくるのを見ているのだもの。とさと、ガブリエルは声をかけた。ごらんと、老人は見返りもせず、暗い会場を指さした。ついつい船が入ってきたよ黄金のわしの商船がさ何を言ってるんだ、お父っつぁん。 ごらんと、老人は繰り返した。あの戦客を見るがいい。なんという立派な戦隊だ。聞くがいい。怒りをおろす音ボートが一つおろされた。私を迎えに来たのだろう。ガブリエルは、 窓からのぞいてみたがそれらしい船の姿もない、4. こうして老人がいとも心地よい幻想に酔いしれている間に不思議な窃盗が行われたすなわち老人の所有物縫い目のほころびている古物と煮しめたような判決と 老人の部屋の合鍵と、それらが行方を失ったのであったもちろん老人は知らなかった部屋へ入ってきたガブリエルが泥棒猫のようにこっそりと部屋を出ていったことさえ知らなかった極端に言えば老人はそのガブリエルが部屋の中へ入ったことさえ知らなかったのであるだからもちろん午前2時頃 海坊主のジョージとあだ名された合宿所の主人が自分の部屋で何者かに殺された上に多額の貯金を奪われたことも凶行の現場へ遺留品として老人の判決が落ちていたことも一度盗まれた古靴が凶行の現場から老人の部屋まで恐ろしくはっきり靴跡をつけて そのままちゃんと老人の部屋に置かれてあったことなども老人は夢にも知らなかったただ老人は夜もすがら黄金のわしで飾られた古風な巨大の商船から船長として彼を迎えるための探偵が早く来るようにとそればかりを待っていたのであった夜は明け方に近づいた 真っ暗であった空の果てがアジサイ色に色づいたその時老人は初めて見た彼を迎えの探偵の姿を探偵はぐんぐん波を切って彼のいる窓の方へ近づいてくる8人乗りの探偵らしい力を込めて漕ぐ貝に連れて水末がさっと翻る,るのが 霊明の光に光って見える。みるみる探偵は近寄ってきた。やがて窓の下で止まった。船長とたちまち呼ぶ声がする。お待ち申しておりました。さあどうぞ、すぐにお乗りください。老人は窓から身を乗り出し、声のする方へ顔を向けた。よろしい 彼はきどった声で、我が輩も長らく待っていた。なぜ早く向かいに来なかったな。航海が困難でございましたので、どの海がそんなに荒れたのじゃ。は、インド洋でございます。あすこの海はいつも荒れる。ただし、この俺が降りさえすれば。 インド洋などは乗り切ってみせる。それでお迎えに参りました。行こうと老人は断固たる声で威厳を持って言い放した。探偵はどこから乗ったものだ窓から。窓から。とイフたちは言った。よし。と老人は頷いたが、 素早く足を窓枠へかけた。その時老人の部屋の戸を外からたたくものがあるけけけろ開けろ扉を開けろをしかし老人にはその声などはもちろん聞こえはしなかった彼は窓枠へ足をかけたまま会場の探偵へ目をやってどうして飛び込もうか考えた「開けろ開けろ!」 扉を開けろ警察から来たのじゃ扉を開けろ船長早くと、探偵からは言う。開けろ開けろ開けろというにぶち壊して入れ構わない船長早くと船からは呼ぶ。扉は暴力で破られた。 その時乱れ入った警官たちは窓からひらりと海へ飛んだ老人の姿をちらりと見た「しまった!」と人々は叫びながら海に向いた窓へ走り寄った次第に明けかかる空の光に海面はおぼろに光っていたが眼下の水面はなお暗く物のあやめもわからないその水面には 探偵もなければまして老人の姿もないだからもちろん沖の方にも黄金の表しのマークをつけた巨大の商船などはいなかった検事刑事予心判事そして警官や同宿舎たちはうなずき合って目を見合わせたそれから部屋の中を見回した 寝台の下に古靴が凶行の現場からこの部屋まではっきりした足跡をつけたところの老人の古靴証拠品が動きの取れない証拠品が2足そろって隠してあった若い水夫のガブリエルはそれを隠れ家から引き出したその手をズボンの隠しへ突っ込みせせら笑いながらこう怒鳴った まあ、なんてふてぶてしいじじいだったろう。こんな悪党とは夢にも知らず、あんまり様子がかわいそうだったので、金貨一枚投げ出してこの合宿へ入れてやったのが、今から思いや災難だった。こいつさえ合宿所へ入れてやらなかったら、ジョージも殺されはしなかったろうに。本当にジョージはかわいそうだ。神様、どうぞジョージの魂を、天国へお連れなすってくださいまし。 ガブリエルはそんなことを言っている間も隠しの中にねじ込んである札束を指で手探っていたその紙幣こそはジョージを殺して盗み取ったところの札束である自業自得というものですな天罰敵面といいましょうかな合宿所の主人を考殺して金を盗んだはいいけれど 自分のはいていたくつのあとからすぐに罪悪がはっけんしてこうわれわれにふみこまれたのでついつい自分からかんねんしてうみへとびこんでしぬなんてこのまどしたのうみときたらふかいうえにかいそうがはえのびていてどんなス蓮のたつじんでもいったんここへはいったがさいごうかびあがることはできません。 証拠もたくさんございます。腕自慢の刑事はこう言ってみんなの顔を見回したみんなの顔には刑事の言葉を是認する表情が現れたがやがて揃って部屋を出たよく晴れた美しい公開日和を最新式の商船がインド洋の上を走っていた 油のようにトロンとした赤道直下の太陽の水は青いというよりも黒かった照りつける炎の太陽の熱におぞけをふるった先客は一人も甲板へは出ていない燃えるような甲板で働いているのは五六人の水夫ばかりであったガブリエルもそのうちの一人であったどっちを見ても水ばかりで 島影一つ見えなかった。鳥さえ飛んでいなかった翼の強い海鳥も翼の強い海鳥も赤道の暑さにはかなわないと見えてアホウドリ一は見えないのである空に浮いているのは絹糸のような半透明の雲ばかりだしかるに半透明のその雲が墨のように黒ずむと思う間に れ赤い日の光が川色になりやがてそれさえ見えなくなった海が突然湧き上がって一面に白鳳が水面に浮かび雷のような音が聞こえてきたひと切な風が吹きやんだ辺りは死んだように静かである その次に起こった光景は真に恐ろしいものであって幾度かインド洋を航海したことを自慢している船長さえすっかり顔色を変えてしまった気仙を天まで持ち上げているように船底の方からムクムクと山のような波灯が湧き起こった前後左右を眺めても氷山のような波ばかりで 一丁のかなたさえ見られなかったそうして嵐は潜伏をめがけてひったたくようによそってきた空は夜のような闇であった気船は救助の笛を鳴らし気管に熱湯を煮えただらせ土頭をついて無に無んに先へ先へと進みはしたが嵐と波に遮られて同じとこばかりを漂った そのひとつの巨大な波がはるか正面からおそってきたが船のすぐ前でひくくなったそのようすがちょうどやまがくずれてへいやがそのあとへできたようであったそのひろびろとしたなみのへいやをいっせきのふねがはしってくるふねだ たたちはど鳴り出したその船はすぐと第二の波の峰のような頂に乗せ上げられたが峰の斜面をま一文字にこなたの気仙の船首めがけて滑り降りるように身構えている危ない衝衝突する衝突すするる水夫たちは狂人のように叫びながら波の上の気仙を仰ぎ見た。 なんという古風な船であろう。船のへさきに黄金の鷲が金色三千と飾られてあるへさきに立って下の方を悠然と見ている老人がある船長服を身にまとい船長の帽子をかぶっているその老人を一目見ると ガブリエルは思わず絶叫した「あの老人だ老人だ!」とそのまま彼は気を失って甲板の上へ転がった黄金のわしの商船は波の山から下ってきたそうして2隻の船同士はへさきとへさきとを衝突させた と思ったわ幻で黄金のわしの商船はそのまま霧のように朦朧となりだんだん夢のように消えようとした一瞬間辺りが明るくなって黄金のわしの商船の船中の様子がよく見えたおおみよ その船の水夫たちを。彼らはいずれも骸骨の顔と骸骨の主則等を働かせて、老人の船長を異業しながら、船を操っているではないか。幽霊船だ。幽霊船だこなたの船の水夫たちは、口を揃えてこう叫んだ。その瞬間に、 幽霊船も骸骨の水夫も船長の姿も全く消えてそのあとには波ばかりが高く上がっていた気絶して倒れたガブリエルはそのまま死んだと見えて二度と目を開けなかった